行きましょう、はい、じゃあ美穂さんは、じゃあ YouTube メンバーの美穂さんのまずお名前と自己紹介をさらっとお願いします。はい、はい、名前は小山美穂と言います。私は去年の10月ぐらいに YouTube メンバーに、加入して、で、サムネイルとか、まあ、企画担当をさせていただいてます。よろしくお願いします。はい、どういうきっかけで、さっき10月ってどういうきっかけで入ったんですか？はい、入ったきっかけは、あの伊藤さんから、あ、企画面白そうですねって言ったら招待いただいたっていう感じで入りました。なんか企画ってなんかこうどんな企画やったとかってなんかあるんですか？企画は、まあ、今のところ意見出しなんですけど、はいはい、ただあの私がこうつながっている、例えば花山の旅館さんの企画とか、ちょっと今後、はい、やりたいねみたいな話もあります。はい、サムネイルとかの担当も、あ、そうですね、それもあの今後ちょっと4月ぐらいに、うん、一件お願いしたいみたいには伊藤さんから言われていて、はい、今後担当する予定です。はい、うん、どんな動画撮りたいとかなんかありますか？あ、そうですね、なんだ、でもやっぱりあの三本木の、まあ、サンブリューを中心でやってるので、なんか宮城のいいところ、橋とか、うん、三本木のなんかこう面白い場所とか面白い人発信とか、なんか三本木の魅力を通して宮城の魅力も通じるみたいな動画をできたらいいかと思います。はい、動画って、美穂さんにとって動画っていうのは何でしょうか？動画といえば何ですかね、まあでも、うーん、切っても切り離せないものというか、なんかやっぱり その人がやりたいこととか、なんかその人の生き様じゃないですけど、なんかそういうところも垣間見れるツールかなと思ってるので、うん、なんかこうやっぱり動画を見て、その人とか場所とかその人の性格とかに共感して興味を持ってもらう人とかも最近多いと思うので、うん、なんかそういうツールかなっていう、今パッと目にパッと出てきた答えですね。大したもんですよ。いや、うん、あの非常にいいなと思って。